危ね、固まっちゃってるわ。まあ朝の5時なんだけどね。5時半、5時半だ。5時半に何やってんのっていう、そういう動画です。最近お気に入りのヒューガルデンのグラスでレモンサワーいただきます。乾杯です。あ、昨日新調しました、トリスクラシック。はい、こんだけ酸っぱいとクエン酸入ってそうだよね。体に良さそう。で、おつまみなんですけど、こちらですね。チーズタッカルビ風キムチビビンバです。キムチ、あのビビンバのチャーハンに冷凍の卵2つ追加して、もう一回炒め直した後にキムチを入れて、もう一回炒め直して、で、あのサンズの皮を作ってから、ちょっとね、そろそろ腐るんじゃねえかっていうチーズをね、ちょっとどうせ食わねえんだし入れちまえつって、ちょっと真ん中に入れてみました。どうなんでしょう。うわ、いいね。こんな感じっすよ。いただきます。うん、お、あ、うまい。からのレモンサワー。これ最近導入したオベリスクの巨神兵です。うまいね。こんな早朝にこんなことやっていいの。なんか思いのほか伸びないんだけど、古いからかな。もうちょっと香りも違うもんね、なんか、うん、もう本当に今が年貢の納め時なのかもしれないです。いただきます。おーこ、あー、うまい。めっちゃ濃いね、味が。からの酸っぱみを、あー、うまい。飲みすぎないように2本しか買ってないんで、レモンサワー。じゃあこいつは何なのっていう話なんだけどね。こいつは何なのっていう話なんだけど、見なかったことにしてください。そんな感じでね、今洗濯してるんで洗濯干して寝ます。それでは。